練馬区にあります私立の女子校伏木中学高等学校です。中高一貫校ではありますが高校のみのクラブとなっています。部員は22名、毎週3回約1時間半稽古、そして2時間を招きして土曜稽古や日曜稽古も毎月行っています。普段の稽古では基本的な技を中心に、また体質以外に保険や道具に使われるようになります。精一杯元気いっぱいに準備しますので、どうぞよろしくお願いします。私たち土浦日本大学高等学校合気道部は鈴木信夫先生の指導のもと日々稽古に励んでいます。現在の部員は男子5人、女子14名です。初段の取得を最終目標とし、常に相手を破る気持ちを持ちながら毎日技の修練を重ねるとともに、精神力の向上にも図っています。その成果を本日の全国高等学校合気道演技大会で十分に発揮できるよう、部員一同心を一つにして精一杯頑張りたいと思います。ぜひご覧ください。